ところで二人はなんでここにいるの？このロボットを題材にアニメを作ってくれと依頼されたんですよ。ロボットアニメ楽しそう。裏がありゃしないかね。少なくとも金はもらいます。金の亡者め。ガシャン。仕事に責任を持つために金を受け取るんだ。浅草さん怖いの？うん。じゃロボ VS 怪獣ロケハン開始。怖いのは嫌なんだよ。ここ舞台にしたいって浅草さんが言ったんでしょ。いきなり足止め。錆びて動かんのだ。確か潤滑油持ってきてたな。怖い。開かなかった。帰ろう。開かねえ扉があってたまるか。扉は開くのが仕事だろうが。仕事しろ。ほら。じゃなくて怪獣を探すんだろ。真面目にやれ。いや、ごめんごめん。浅草さん、リュックの中他に何入ってんの？教えない。二人ともちゃんとロケハンしてくださいよ。そういえばアニメでも巨大ロボもの減ってる。触れちゃいけなかったかな。分かってる。ん？俺だって不可能だと本当は分かってる。不可能かもしれないと思ってる。でも乗りたいんだよ俺は。ロボットに治療乗りな。くそ。人間が想像できることは人間が必ず実現できるって。発言には責任を持て。やっぱ譲っても俺が生きてる間に実現できなきゃウェルズと品川で心中だ。イメージできるんだよ。こうやってダダダダダダダッドゥーン。全て現実的に考えようと思ったせいで矛盾抱えて夢見ることしか許されない領域が憎い。憎くてたまらない。なるほど。話が噛み合わん理由は彼らには完成形を想像する回路が欠けているからか。不安に駆られて感情を尻滅裂に解説することしかできていない。ここは我々が落ち着いた態度で振る舞ってみせれば彼らは安心し簡単にコントロール。わしも宇宙の果てを見たい。宇宙が広すぎて毎日お風呂で泣いている。私は寝る前に毎日波動拳出す練習してる。お前らも泣くのか。俺はトイレでコックピットのイメトレしてる。どうしよう。問題が感情で解決する人間が一番嫌いだ。今日は私のおごりです。なん？本当に？待て待て、金森氏だぞ。ヤクザにおごられると後が怖いぜ。大丈夫ですよ、裏があるだけです。それが怖いんじゃろ。大丈夫なんだろうね金森くんよ。後で襲撃されたりせんだろうね。いちいちうるせえ昇進だぬき。大丈夫なのかい？ベッドならすぐ隠せるからね。家でも電車でも作画するぞ。今回の目標はアニメの完成。完成は目標ではなく決定事項です。今からではなくすでに始まってるんですよ閉鎖は。恐ろしい食べ方じゃ。ごちそうさまでした。お会計2450円です。別会計で。え、私は1000円以上持たない主義です。ラーメン代は貸しにしといてください。なんだそりゃ。浅草です、よろしく。どうめきっす。どうめきってどういう字？百の目の鬼す。すげえかっけえ。はいはい、取りますよ。こっち向いて。はい、バターロボアニメはやめよう。バカ野郎、それだけはダメだ。根幹を揺るがすな。でも視聴者の目は厳しいんだ。手間を惜しめばロボット警察にすぐバレる。パイロットは後ろが見えない。エンジンスペースもない。緊急時どうやって脱出するんだ。巨大ロボは責任だからね。ロボアニメ制作は逃れられない罪を背負うことだもん。どちらに転んでも死ぬ定めでしょ。不完全な巨大ロボ、この最善案と死ぬだけか。あんたは万人に合わせて絵を描けるほど器用な人間なんすか。じゃあどうすりゃいいんでい。人の目なんか気にせず描きゃいいんすよ。そんな度胸がありゃ苦労せんよ金森くん。君も案外バカだね。張り倒すぞ。あのね、あんたがダメだと思うからこの作品はダメなんですよ。他人なんて関係ない。うん、
あんたはあんたが満足できるロボットを好き勝手書く以外の選択肢はないんすよ。みんなあんたが指示したものに近づけるため最善を尽くしてる。それはあんたがいいものを想像してると期待しているからです。私は文化祭に間に合うなら内容についてとやかく言わない。だが出来上がったものがクソ面白くなかったら責任は全部お前にあるからな。なぜならあんたは監督なんだ。客が減るなら我々は大助かりです。オープニングないならないで冒頭ドフォーンバキバキっていきなり怪獣出現ってのもいいな。あ、久保さんってのはいいじゃないですか。修正してくれそうで。まとめてもらいましょう。とりあえずは。ただだからってこんなに引き取らなくていいんです。だって説明するより書いた方が早いんじゃよ。監督は指示して人に書いてもらう能力が必要です。あんたは作画のフォロー、撮影に編集作業もあるんですよ。わかるよ。結局自分で書き直した方が早いよね。うん。お嬢さん、スケジュールの遅れの元凶は作画にあるんですよ。見て見て、フロー家と片手桶一杯ずつで全身洗う技。風呂屋で金払って湯を節約するなんざ贅沢だ。金森さん、もう一回、もう一回、もう一回。いい加減にしやがれ。いや、ごめん、水の動きが。うるへん、くらえ。金森氏。ああ、私がわかるわけないでしょうが。またそういう見る目を養うのもプロデューサーの仕事じゃないのけ。そうですね。ロケットってさ、本体がかっこいいわけじゃなくて。かっこいいぜ。まあそうなんだけど、デカアツに感動するわけよ。わかってんじゃん、あんたってさ。どこの誰だか知らないけど、あんたのこだわりは私に通じたぞ。私はそれをやるためにアニメーションを描いてんだよ。情熱は気持ち悪いっすけど、まあわかりました。かっこいい。シーンが引き立ちましたな。浅草さん、音楽マスターだね。親にバレた。言ってなかったんすか。文化祭って言うと何やってるんだってことになるから。それに今日うちの親文化祭来るって。なにバレたらアニメ作れなくなるじゃん。水崎氏、来るなら来い。むしろ受けて立ってやる。ここで集客を妥協したら次に繋がらん。よっしゃ、我々はサポートを惜しみません。今回ばかりは気合だ、気合だ、気合だ、気合だ。おー、これでは水崎氏目当てに来た客も気づかんな。お勤めご苦労様です。ロボ犬？一箇所に集まらないでください。校内へ進んでください。覚醒機使用、制空を乱すものは禁止。ロケットが人に当たったらどうすんだ。映像犬水崎、首謀者として連行する。これはロボ犬の宣伝です。責任は私たちに。皆さん、あとで一号体育館でバックバッチ。水崎さん、これ金森さんから指令が来ます。みんなであなたをお守りしますから、ご安心を。え、ありがとう。すべてはロボアニメ上映のために。水崎は知りません。お前ロボ犬なのに段ボール来てないな。あれだ、確保。ロボットを拘束しました。あいつも捕まえろ。水崎と思われるロボット捕まえました。こちらも水崎ロボ捕まえました。こちらも、こちらも複数発見。確保いたしました。拘束しました。こちらも確保。こちらも今突入しますか。映像犬は何人いるんだ。捕まえろ。おら、確保。
希望者にはハリボテロボットコスプレをお貸しします。ダンボールを外さずに来たまま1号体育館までたどり着いた方には漏れなくツバメちゃんの特製グッズをプレゼント。へー、芝工が舞台？はい、多少変化してますが。面白そう。ロボットアニメをこんな子が作ってんなんて、俺もやるよ。よろしくお願いします。ちょうどもう始まりますよ。あ、お前あの時のメインブラック。待ってこら。やべえやべえやべえ、メインブラックと水崎両親にビラ渡してしまった。すでに来てます。あ、俺アニメ結構見るんだけど、あれは良かったよ。感動した。リアル感あるロボットの設定とスーパーロボット的なケレンミアルアクションの融合、僕らが見たかったロボットアニメがあれだった。あれ絶対経験したことでしょってな臨場感だった。芝浜の地下にいそうだよね。作品を純粋に褒められた。でも改善点が多すぎて素直に喜べんが。実は俺とっておきのアイデアあるんだよ。アニメの、ただどうやって世に出したらいいかわからなくてさ。聞きたい？この、はいはいはい。主人公はこんな担々麺屋で働く普通の男なんだ。でも実は裏の顔があって、世界の平和を守る秘密警察の工作員なんだ。唐辛子爆弾で宇宙人の侵略を。はいはい、いいじゃないですか。新作あれでいきましょう。金森さん、さっきから何してるの？つぶやきです。 SNS とはのんきなもんですな。 SNS は遊びじゃねえんだ。全部やった。よっしゃ、今回はお立ちはなしだ。これをあげるから自分で売って稼ぎなさい。これで十分じゃねえ。アムルは。いやー、スタック者をた。そういや聞いたんすけど、うちが支払ってる家賃、生徒会に徴収されることになったんすね。大丈夫なのかい？新作の制作費は？ビームは、光線は。もともと怪力線は可視光線じゃないの。そんな大気をまっすぐピューンって飛ぶ光なんてないの。だいたい指向性エネルギー兵器にも種類があってだね。何もレーザーだけが兵器じゃないのだよ。レーザーだって目にも止まらぬような光を一瞬だけ照射するから、コンサートみたいな映像にはならない。プラズマ化してもそれは。あんたには理解できるでしょうが、作品を見るのは一般人ですよ。ダメか。だ、音はいいんだ。でもここはもっとこう、ここドッポービ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 ーゴシャンビーユーカオバッフッドボーンバンカーッチャチャーンっていうだね。何の話です？カオって部分じゃ他の音はいらんわけよ。カオドボーンチュー、音がないの。光線は書かないぞ。どうどう、話せばわかる。光線が出ない方を描くことはわしにとって大事なことなんだ。このカットさえあれば位置関係からこの方が UFO を撃ち落としたことはわかる。でもこれで解決したわけじゃない。光線や砲弾が出ない違和感、そこじゃない。いいかお前ら、これは光線が出ない指向性エネルギー兵器なのだ、というメッセージをシーンに込めて伝えることが重要なのだ。つまり光線は出ずとも発砲したことがわかるカット、目に見えない高エネルギー照射を行ったということがわかる、あらゆる演出をぶち込む。そして音だ、ドアメキシ。演出はわかりましたが、 UFO の目的は？あ、そうそう、誰が乗ってるの？それはまだわからない。てかさ、街が武装されて兵器が隠されてるのはなんでだっけ？それもこれから考える。とにかく我々はコメット A に向けて最強の世界を作り出すのだ。ババーン。金森ドン、どういうことだい？映像研の一番の売りは何だと思います？良質でこだわりが詰まった映像。水崎氏の知名度です。ぐぬー、どんな話になっても構いませんが、そろそろ。相変わらず手広くやってるらしいじゃん。パーティーかい、金森ちゃん？金森ちゃん。うるさい。浅草市、進捗はどうです？
まあまあ。作中になるだけ実際の芝浜にあるものを入れられるといいんですが。やるじゃないですか。金森ちゃん、監督作も3本目となると分かってくるのだよ。皆が求めてるものもね。それで監督、肝心なストーリーは。これだよ。木の要塞も芝浜湖から現れて、人間側の塔と同じデザインなんですが、どうしてですか。つかさ、なんで UFO 攻めてきたんだっけ。地球侵略。はっきりしろ。内容次第で全スタッフの動きが変わってくるんだ。ああだこうだ悩むのは勝手ですが、タイムリミットがあるんです。コンテに時間をかけすぎれば以降の工程が圧迫されます。お分かりですか。お分かりじゃ。浅草さん溶けて潜っちゃった。宇宙に放り出されたね。寝てる。カッパ人である。あ、土曜。今日って明日っすか。今日って明日だよ。しまった昨日の木曜日の明日だけど。今日まだ金曜じゃよ。なんだ、まだ明日になってないっすか。寝て起きれば日付変わってると思ってた。昼寝したことなかっただけっす。え、今の人生初。なぜ自転車で集まる必要が。そりゃ音狩りに行くからだ。レッツサウンドハンティング。コンテかけ。敵の正体も決めてください。なぜ音取りに同行するんだ。音響の仕事でしょうが。総監督は全てをチェックするのだ。一丁前のことは己の仕事をしてから言え。うちも一人がいいんすけど、どうしても行くって。だってもあさってもねえ。しかし…しかしもかもしかもねえ。でも…でもも決起もねえ。ね、ネタ探しだよ、コンテの。シナハンってやつ。なんすかそれ。シナリオのハンティング。作品を締めくくるためにもう一ネタ欲しいんだよ。ふん、多少手伝ってくれるならいいっすよ。よし来た。なんで私まで。レッツラゴン。これは導かれている。やはり今回の作品は作られるべくして作られているぞ。なぜかなり続ける。ボーンボーンボーン。ほう、素晴らしい。よし、今も鳴り続ける謎のチャイムで新しいの一本考えた。いい加減にしろ。ところで、これって原稿作品に絡むんすか。え、また繋がった。そろそろ敵決めてくれないと音的にも進めないっすよ。ラストのオチは、敵の正体は決まったんすか。まだ。敵の目的は作品締めくくるんじゃなかったのか。これは料亭に持っていけば金になるやつ。環境によって価値観は変化する。うまそうなタヌキが取れました。キュー。文明の危機を持っているので人間のようですが。なんで休みの日にこんなとこで。一応君たちの部活長は学校にいるんだよ。決まりだし、日曜まで部活されると僕休日なくなっちゃうんだよね。毎日遅いし残業つかないし、部活顧問はブラックだよ。今日一日ゲームやるって決めたけど、何やるか決めかねてね。はあ、遊びも休暇もなしに仕事できるわけないよな。必要以上に働かない、暇を見つけては遊ぶ、これが仕事の極意。そうか、我々に足りないのは遊びだったのかも。急がば回り。今は遠回りする余裕ないだろうが。息抜きだ。仕事しろ仕事。こっから先は断崖絶壁だ。わしがかねてより指摘していることをさも自分が一番に気づいたかのように言い腐りよって。うわブランコだ。ハハハハ。金森、どうした。いや、お化けが見えたもんで。やめろ。浅草さんがまたウサギ吸ってる。みんな水没してる。魚だ。あ、
向こうに何かいた。カッパ？カッパかな。うん。当たっちゃった。大丈夫？わしの足元に川が滑り込んできた。そんなわけあるか。注意力3万だ。あの先生、まだわし相手が。そこ二人組みなさい。え、私は一人でできますゆえ。一人じゃできないでしょう。一人は怖いけど人も怖いんじゃ。はい、1、2、二人でもできないじゃないか。友達は欲しいけど。そこの友達が欲しい人。なの。葉っぱを金に変えませんか。は、は、はい。うわ、シェン、エン。人からお金もらっちゃダメってお母さんが。じゃあ私は電車で売りに行くんで、これで失礼します。電車？わしも行きます。人を盾代わりに使わないでください。大体私は友達じゃないでしょう。え、一緒に体育とか。児童総お友達説は教育現場の妖怪信仰ですよ。オタクとは利害が一致しただけです。互いに相手がいなかったんですから。ああ、友達は妖怪だったのか。どうも。おい、風邪っぴき、見舞いに来てやったぞよ。起きなくていいよ。我々のニュースです。なんか盛り上がってる。なんじゃこりゃ。それでできてんすか、敵の設定、ストーリーは。うん、あたぼうよ。パーペキじゃ。ババーン。大団円のカッパとの舞踏会の始まりじゃ。カッパ？もうラフは人間で描いちゃってるよ。形はほぼ人間と同じだから、てっぺんに小さい皿だけ描き足してもらえば。まあいいや、そのくらいなら。十一時、てめえら何サボタージュしてんだこら。仕事しろおら。今さら何言ってんだ、ふざけるな。どういうこと。2秒で答えろ。ああすまん水崎氏。約束のデータを納品しに来ました。DVD の手配はできました。あと43分30秒以内に終わらせてください。了解。いたいた、水崎つばめよ。ありがとうございました。芝浜舞台なんだって。1000円ちょうどいただきます。オム焼きそばです。サンキューてるよ。心の準備をしてなかった。ここがどこで自分が何をしに来たのかよくわからない。現実味を感じねえ。わしが知らない生活を送ってきた敵でも味方でもない人たちがここに金を置いて板を持っていくのはなぜであるか。チカリ旅帰りて。めちゃめちゃ可愛いっす。ありがとうございます。純粋な評価欲しい。この悩みは一生抱えてくんだな。よし、紙袋をかぶせる。あれ、水崎ツバメ。イベント参加で儲けるのは時代錯誤ですが、実在するという要素を我々に取り込めた点で今回は成功だったと思います。 SNS でも結構評判いいね。これはそうっすね、絵も音もかなり。浅草市の評価を聞かないと何とも言えないけど、ま、なんていうかは大体想像つきますが、明日もあるし帰りますか。
まだまだ改善の余地ばかりだ。